ジラフの末尾にはアンケート結果が表示されます。例えば興味深い仕事ができるとか、適切な頻度で上司からフィードバックを得られる、自分は会社に必要とされているという実感がある、こういった点で満足しているかどうかを見ることができます。ぜひチームのリーダーの方、マネージャーの方には部下、メンバーのこの満足要素を把握していただき、どの点がチームの強みなのか、あるいはどういったところを工夫するとより良い組織、チームを作ることができるのかを考えていただきたく思っています。